明日真似したくなるフットサルテクニック、略して明日マネー。はい、ということでこの明日マネももう残り回数おそらく少なくなってきたんではないでしょうかね、うんうん、はい、この新コーナーでございますけど、今シーズンねやらせていただきましたフットサルをプレーする皆様に向けた企画でございます。日頃からコートで汗を流すプレイヤーの皆様が明日 F リーガーのプレーを真似できるようにポイントをお伝えしております。第1ピリオドのプレーの中からピックアップして解説者の方に教えていただくというコーナーでございます。こちら放送終了後アベマビデオにも順次アップされております。プレミアムに登録されていない、アベマプレミアムに登録されていない方でも、無料でいつでもご覧いただくことができます。ぜひ皆様コートで真似をしていただければと思います。はい、ということで映像の準備ができたようです。今日の明日までは何でしょうか。早速見てみましょう。お願いします。こちら6番斉藤ヒューがですね、ピボ当てからのこのゴール、2点目のシーンですね。そうですね、はい、はい、あのゴールシーン以外をというふうに思ったんですけども、これ素晴らしいプレーだったのでピックアップしたんですけど、はい、うん、これ正直あのレベルめちゃくちゃ高いピボアでのプレーです。なるほど。ただなので、はい、切り取っていくのは斉藤ヒューの動き、はい、こう出したこのパス、うん、精度高い、これは難しいので、うんうん、その後にピボに当てた後、これ見ていただきたい、一回外側に行くふりして、うん、はいはい、で相手がその動きにちょっとつられた時に進行方向を変えると、うん、これでしたら真似できるかなというところなんで。なるほど、はい、相手の動き、ここですね、そうです、ここです、はい、今の相手の動きに合わせて自分の方向を変える、うん、これボールのないところの動きなので、それこそ相手さえ見ていれば誰でもできるかなというふうに思ってピックアップしました。さらに言うとこれ見ていただきたいのが、あの長野の選手がボールウォッチャー、ボールを見てるんですね、はい、うん、なのであの自分の動きに対してなんとなく間接視野でしか見てないので、その時はできる限りフェイクをかけて走っていった方が有効活用できます、うん、ああなるほど、はい、なるほどね。これがもしボールウォッチャーじゃなくて自分の方を向いていったらもっとフェイクかけなきゃいけないんですけども、うんうんうん、はい、この時長野の39番の中村がかなりこうピボの選手の方に目線が行ってしまっていて、うんうん、はい、で関節視野で斉藤ヒューガの動きに対してついていったの、あ、はいはい、それを見逃さずに動き直しているので、ですのでこれはもしかしたら真似できるかなと。なるほど、はい、こうやって改めて見るとあの緩急が確かに素晴らしいです。角度もそうですけど、はい、外についていって中村亮太がちょっとついていった時にこう内側に入っていくと、ここ、うん、まあ、最後中村もそれ察知してあの体を入れようとしにいってるんですけれども、はい、まあ、最終的に斉藤ヒューがシュートを打った時、体だからこれ半分ぐらいですよね、これね。そうですね、はい、ただこの半分の、まあ、多分 2,30 センチの差を生むためのこの動き直しということですね、はい、さらにあのちょっと中級上級になるとすると、今斉藤ヒューがのパスのところですね、はい、少し横に入りながら、横に入りながら、ああこれですね、で足首を返すだけでピボ当てしてるんですよ、はいはい、そうすると次のステップで、前の方向にピボ当てした後に打ちに行きやすくなるので、うん、あのあたりの、ね、パスの精度、パスの出し方も真似できるとよりこのプレーが、ね、あの成功しやすいかなというふうには思いますけどね。なるほど、はい、まああのね、頻度としてはよく出るプレーでもあるピボ当てですけども、うん、まあ、ピボ当て一つ取ってもこれだけの、まあ、駆け引きがあるということなんですね。そうですね、はい、なるほど。第2ピリオドぜひ、今のプレー、まあ、ピボ当てとそのピボに当てた後の動き直しの部分などもぜひ皆さん注目して見ていただくと楽しみが広がるかもしれません。